コロンブス広場プラザはスペイン語で都市にある公共の広場を意味する。ただしスペイン語の発音はプラザに近い。日本語のプラザは英語の発音 PLZ から。ラテン語のプラティアが語源で英語のプレイスと同梱である。イタリア語ではピアッツァ。ベルリンのプラザ商業施設、娯楽施設、ホテル、超高層ビル、 コミュニティなどの名前によく使われる。最初期の例として1907年にニューヨークに建設されたプラザホテルがある。その後の例として1922年にアメリカカンザスシティで建設された世界初のショッピングセンターカントリークラブプラザがある。このショッピングセンターはスペインセビリア風の建築デザインを採用していた。日本にこの言葉を持ち込んだのは 住友銀行頭取りや大阪テレビ放送朝日放送社長を務めた鈴木剛鈴木が1966年に朝日放送の本社を大阪市北区大淀南に移転させた際に隣接地があまり、ここへ大阪万博を控えホテルを建設したが、ホテルの名前をどうするか悩み、外国人からのアドバイスでプラザという言葉があることを知り、パリ、ニューヨーク。 ロサンゼルスにプラザの上に別の名称を付けた拡張高いホテルがあることを調べて広場という意味も好ましく思い同ホテルにホテルプラザと名付けたこれが日本での最初の使用例でその後プラザと名のついたホテルや施設が日本全国至るところへできた日本におけるコミュニティ名称の使用例として産業振興プラザなどがある東京ディズニーランドの プラザはシンデレラ城前にある円形の広場である。東京ディズニーランドの中心にあり、ここからほとんどのエリアに行けることからハブとも呼ばれる。広場は円形となっており、周りをパレードルートが通っている。そのためパレード開催時にはプラザは混み合う。プラザの中心とその周りには花壇があり、スペシャルイベント開催中などには、 モニュメントなどが飾られデコレーションされる。また、スペシャルイベントによってはその花壇の周りに期間限定のショップが設置されることがある。プラザに植えてある木には電飾が施されており、夜になると点滅する。シンデレラ城前のエリアはキャッスルフォアコートと呼ばれ、ディズニー映画シンデレラに登場する馬車などが地面に描かれている。このキャッスルフォアコートには、 スペシャルイベントによっては、キャッスルフォアコートステージが設置され、ショーが公演される。ABC、私の履歴書経済人21鈴木剛日本、経済新聞社編、日本経済新聞社、1986年、229から234ページ。ISBN4 から532030935。AB 富田商事、ホテルの社会資生求者。 2006年178から180ページ。ISBN 978から4から787232564。ありがとうございます。